全日本チャンピオン廣田竜馬のツボを押さえて上達、楽しい障害飛越レッスン12最終回、一歩進んだテクニック。障害の形状に応じたアプローチ。障害飛越のコース上には高さだけの垂直障害や幅のあるオクサー障害などさまざまな形状の障害物が配置されます。高さが120センチを超える中級クラスの障害物になると、その形状の違いにより馬の飛越体勢や踏切位置なども変わってきます。例えば高さだけの垂直障害では前方よりも上方へ高く飛ぶ力が求められます。一方、幅のあるオクサー障害では高さだけでなく幅を超える前方への力も求められます。また馬が描く放物線の頂点はどちらも障害物全体のほぼ中心が理想です。そのため垂直障害とオクサー障害では馬が踏み切る位置も変わってきます。このように中級クラスになってくると、それぞれの形状に適した馬の飛越姿勢や踏み切り位置などを理解し、馬が飛越しやすいようにアプローチする必要が出てくるのです。なお、100センチ程度の初級クラスまでは馬はこのような形状の違いによる影響を受けません。まずは基本となる正しいリズムとバランスを一定に保って走行することを目指してください。それができるようになってさらに余裕があれば、アメリカンスタイルのコース練習の中で垂直障害は少しバランスバックし、オクサー障害は少し勢いをつけるなど、それぞれの形状に適したアプローチを意識して走行してみましょう。直角コースで回転を強化。馬場内にさまざまな障害が配置される障害飛越のコースは、そのほとんどが回転の連続で構成されています。コース上を落下や反抗などの減点を受けることなく正確に飛越していくには、思い通りに描いたラインの上をスムーズに回転できることが必要不可欠です。また中級以上の競技では優勝決定戦ジャンプオフが実施されるように、障害飛越は最終的にはタイムレースです。相手より早くゴールを切るには、単にスピードを上げるよりも小さく回転して走行距離そのものを縮めてしまうショートカットの成功が大きく勝敗を分けます。このように理想的なアプローチやタイムレースを制する上で重要なキーワードとなる回転、これを効果的に強化できるのが直角コースによる練習です。まず拉致沿いにコーンと2組の地上黄木を置き、直角に近いラインを描いて小さく回転する感覚を身につけていきます。ライダーの重心移動と人馬の内包姿勢をしっかりと意識し、早め早めの準備を心がけてスムーズに回転していきましょう。慣れてきたら地上黄木を障害にしたり、障害間の距離を縮めたりと難易度を上げていきます。このように急なラインにも対応できるように練習しておくと、回転の幅が広がり、より安定した走行ができるようになります。今回のツボ、何事もバランスが大切。
皆さんこんにちは。ベストキッドツボライダーです。あー逃げちゃダメ、逃げちゃダメ。ベストキッドは1984年に公開され、日本でも大ヒットを記録した映画ですが、実はこのベストキッド、障害馬術の真髄を見事についた映画でもあるんです。 VTR スタート。この映画の舞台はアメリカ。転校したばかりのダニエルはみんなからいじめられていました。しかし宮城という日本人と出会って空手を習い始め、心身ともに成長していくというストーリーです。今回のツボ的な見どころは、空手を習い始めたダニエルがいわゆるテクニック的な技を全く教えてもらえないところです。ダニエルは上達の実感も湧かないまま、ひたすらペンキ塗りや床磨き、バランスの練習ばかりをさせられます。しかしこうした面白くない基本の練習をひたむきに繰り返した結果、ダニエルは短期間で驚くべき成長を遂げるのです。これは障害比率でも全く同じです。確かにちょっと高い障害を飛んでスリルを味わったり、正しい馬の体勢を作れないうちから踏み切り位置を気にしたりといったテクニック的な練習は一時的には面白いかもしれません。しかし効率よく安全に上達するためには、この連載で紹介した馬と人間の重心を一致させるバランス、走行のリズム、正しいラインなどを繰り返し練習し、基本レベルの向上を図ることが一番の近道。上達して徐々に馬との会話ができるようになると、障害比率の本当の楽しさが見えてきます。というわけで、今回ご紹介した一歩進んだテクニックは、覚えていて損はないと思いますが、あくまで基本の習得が大前提です。映画ベストキッドでも宮城はダニエルにこう言っています。空手においても人生においても一番重要なのはバランスだと言っております。馬と人間の重心を一致させる、馬術においてもバランスが最も重要だと思っていましたが、やっぱりバランスって全てにおいてすごく重要なんですね。さて皆さん、楽しい障害比率はいかがでしたでしょうか。これからもこの馬という素晴らしいパートナーを通じて皆様に夢と感動を与えられるよう頑張っていきたいと思いますので、皆様応援のほどよろしくお願い申し上げます。それではまたどこかの競技場でお会いしましょう。さようなら。視聴者限定割引。この番組をご覧いただいた方々には、初心者から上級者まで誰でも参加できる那須トレーニングファームの障害レッスン集中コースを2割引きの料金で受けられます。詳細は視聴者限定割引ページをご覧ください。この番組は、馬を通じてすべての人に夢と感動とありがとうを、乗馬クラブ那須トレーニングファームの提供でお送りしました。